こんばんは。ありがとうございます。やっほー。今日は春香村村民会議でした。昼夜公演ありがとうございました。今日も楽しかったです。どうでしたか？見てくださいましたか？ありがとう。はい、お、来た来た。今日も楽しかった、本当に。なんか今日はね、そう、すっごい達成感ある。 そう、達成感、今日はね頑張った。でもそう、いつも春香村村民会議の後は、すごい達成感であふれるんですよね。 はい、いやー本当に楽しかったです。でも私はね、本当にこの公演大好きなので、よかったです。それで今日ね、いつもより斜め押しが多かったの。 多かったの。だからすごいね、それは嬉しかった。です。ありがとうございました。そうでね、今はまだ新潟県外にお住まいの方は公園ね来られないけど、でももうね、きっと来られるようになるから、本当に。だからね、わかる。でもすごくなんか最近思うんだよね、公演してても。そう、もし自分だったら、こうなかなかね、劇場にも来られなくて、すごいモチベーションとか、そうね、すごい心配な部分あるんですけど、でもそう、またもうね、ずっと来られないっていうことはないから、絶対に。だからまたみんなが劇場に来られるようになったら、すごい楽しんでもらえるように、私ももっともっとパワーアップしてレッスンを送りまくるので、だからね、もうちょっとだよ、きっとね。そう、すごいそういうね、本音を、本音っていうか、劇場行きたいなっていう声を最近特によくいただくので、私も、ね、すごい、私も思ってることは同じで、多分みんなそうだと思う。でも、そうそう、すごいね、今はね、難しいけど、またきっと来られるように、絶対来られるようになる時が来るから、だからまたその時来て、したらいっぱいね、レッスンもいっぱい送りたいなと思ってるので、そうだからね、また斜め押しのみんな、もっともっと公演にね来てほしい。 ね、今月はおしゃべり会も始まるので、だから安心しててほしいです、みんなには。今日メイクいい感じ？なんか今日ね、いつもより、めちゃめちゃ引き算をしたメイク、引き算メイクしたの、引き算メイク。
そう、あ、ちょっともうメイク崩れちゃってる、うん、そう今日ね、いつもより薄くはないんだけど、そのなんだろうな、例えば今日は膝メイクとはって感じだよね。なんて言うんだろうな、なんかちょっと待って、今説明を考えてる。引き算メイクっていうのは、なんか例えばアイシャドウ濃い、マスカラ濃い、アイシャドウめちゃめちゃ塗る、舌もめちゃめちゃ塗る、ラメラメも塗る、だとそう、なんかすごくそう足すものだと思うじゃんメイクって。でもなんか引き算すると、私もずっとメイクはもうラメつけたらラメラメにした方がいい、もうハイライトちゃんと塗った方がいいって思ってたんだけど、でもそうなんかね、そう足し算メイクより引き算メイクがいいってことに気づいて、例えば今日はラメをすごく減らしてみたのね。そう、目、例えば目とか、うん、すごくラメを減らして、今日キラキラとかつけてないんだけど、むしろそうラメを減らした分アイシャドウをすごく丁寧にっていうか、この目のね、ここの色を丁寧に塗ったんですけど、なんかね、そうやって引き算をした方がいいことに気づいて、うん、だから今日はね、いつもより。メイクを変えたんですよ。そう、なんか今まではラメあればあるほどいいって思ってたんだけど、私やっぱ自分の顔に合ったメイクをすることが大切なんだなと思って、私の場合はこうラメをつけすぎると良くないってことに気づいて、ラメを減らしてみたら、案の定結構みんなにね、今言われたみたいに良かったので。なんかこれからはこうどんどん足していくんじゃなくて、そう、もっと引き算をしつつもすごく、なんだろう、可愛く見えるようなメイクをしていきたいなって思った。うん、多分ね、でもこれ多分こう実際に見ても DMM で見ても全然わかんないのよ。そう、でも自分では結構ね、今日はいいメイクをできたなって思う いいメイクができたって思う。そう、あとね、これ全然もうみんな興味ない話かもしれないんだけど、でも私すごい YouTube とか見てて、そういろいろ学んでるんだけど、そう、あのね、例えば全然どうでもいいわって話なんだけど、なんかね、お肌の繊維ってこう横になってるらしくて、こう毛穴、なんかわかんない、お肌の何かがこう横に横にできてるんだって、お肌の繊維って。そうか、私は今まで、あ、これはね、みんなにも言えるかも。洗顔いつもするでしょ。洗顔を私今までずっとくるくるってやってたのね。鼻もくるくるってこう円を描くようにやってたんだけど、洗顔ってこう横にやるのがいいんだって。こうやってくるくるじゃなくて横。そうで、私数日前から洗顔をこう横にやるようにしたんだけど、そしたらもうね、なんかね、ちょっとなんだけど肌の調子とか変わってきて。そう、化粧水、スキンケアとかもそうなの。洗顔、スキンケア、私だったらこう下地とかファンデーションとかを横に塗るようにしたのね、鼻も横に。そしたら、そう、今日ね、メイクが全然崩れなくて、うん、いい感じになったの。そう、だからね、そう、これだけでもすっごく変わって。そう、だからこういうね 私は一つまた学んだんです、今日。うん、そうそう、私は本当にメイクはベース、メイク
ベースが一番大事だと思ってるから、お肌のファンデーションとか、うん、そう円にするのがいいって思ってたでしょ。私もずっとそう思っててたの、うん、その化粧水とかもめっちゃパシャパシャ適当にやってたの、適当ではないけども割とパシャパシャパシャくるくるくるってやってたんだけど、そう今日の T シャツと同じようにみんなも化粧水塗るときとかは、まあ例えばコットンとか使うならこう横に内から外にこう横に伸ばすと変わります洗顔とかも、うん、だからまあね、洗顔とか化粧水とかは多分男性の方も今はねやると思うので、ぜひやってほしい、うん、今日からぜひ試してみてください。肌変わると思う、私が変わったから、メイク、そう今日はねすごい発見もできた、うん、そうそう、やっぱねインスタとか YouTube とかでメイクのことずっといつも調べてるんだけど、うん、そういうね試してみること大切だな、勉強したらすぐ試すこと大切なんだなって思った。今日のメイクはすごくうまくいきました。そういつもね私涙袋キラキラにしてるんだけど、今日キラキラつけなかったの。そう、まあ DMM とかで見たらわかんないと思うんだけど、でも自分的にはすごいしっくりきたからよかった今日のメイクすごい、うん、でもまあもうちょっとまだ勉強してもっと自分に合うメイクを探そうかなって、うん、思いました。でもやっぱり公園は公園のこう照明とかカメラとかってラメが映えるので、そう、まあ、次はラメもうちょっと増やしてもいいかなって思ったりもしたんですけど、そういうねなんかメイクして DMM さん見てこう勉強するっていうのがすごい楽しい、うん、です。今日スクショ、あそうだね、スクショタイム、スクショタイム、じゃあ今やります、スクショしてくださいみんな、うん、もうねツインテール撮っちゃったのごめんね。じゃあスクショタイムお願いします。顔テカリだ、いきます。これリカさんのポーズ、指ハート、今日も今日とて口内炎が痛い、笑えないはい、ありがとうございます。そう今日はねあのピメナソ公園さんと一緒で、いや楽しかった本当に、楽屋もすごい楽しいし、うん、公園ピメナソ公園さんも昼夜通してモニターで見てたんですけど、すごいね楽しかった、見ててなんか何よりセットリがいいんですよ。セットリストが本当に良くて、私あまり聞いたことない曲結構あったんですけど、すごいね好きになったの、いっぱいある好きになった曲が、うん、そうだからすごいね見てて楽しい本当に、 MC も面白かったし、そうそうすごく楽しい一日でしたね。そして私たちの劇団はるかむら村村民会議もすごく楽しかったですね。なんかそうそう公演に劇場に来てくださってる皆様がそうすごく拍手とか拍手とかあとねMC とかで笑ってくれるの、うん、それが本当に嬉しい、笑ってくれるのって、うん、そうそうそうやって笑ったり盛り上がったりしてくれるのが本当に嬉しいです。私たちもそう拍手とかこの笑いとか聞くと嬉しくなっちゃうの本当に、私なんて単純だから、うん、そうだからすごいねテンション上がります、うん、
ありがとうございます、盛り上げてくださって。そう、劇団はるか村は今日はね、実は即興劇をやったんですよ。はい、ぜひあのまだね DMM 見てないよって方はぜひ見てください。後で今日は昼夜どっちも即興劇で、話とか全然違ったんですけどね。でもね、ちょっとまだまだ自分の中ではね反省点いっぱいなんですけど、でも楽しかったので、うん、もっともっと劇団はるか村もパワーアップできるように頑張ります。ね、なんかそうだよね、うん、まだ劇場に来たくても来れないよって方は、なんだろう、でも本当にこう劇場に来れなくても見てくれたり、こうショールーム見てくれたり、メール見てくれたり、 SNS とか見てくれたり、こうもう応援してくれてるだけで本当に嬉しいので、そうだからすごいね、逆に私が心配、うん、そう本当にね、みんなのモチベーションとか、そう私もなんだろうな、もっとね寂しくさせないようにショールームとかできるだけ毎日やりたいなって思うし、うん、ね、すごいベタなんですけど、離れててもね、そう離れてても心はつながってるので、うん、みんなにはすごく今寂しい思いをさせちゃってるけど、ね、またもう喋り会も始まるし、そしたらもうね、今まで溜まってた話いっぱい話したいので、みんなと、うん、そうなので、そうだよね、すごい気持ちがわかります、私も寂しいので、うん、そうね、そうそう、あのこの話をしたのも、そう最近本当にメールの返信とか SNS とかで増えたんですよ、そのね、早くまた公演行きたいって、うん、そうで私も本当それなーって思ってショールームで話そうって思ってて、うん、ね、本当だよね、本当に。でも今月もまだ公演ありますし、来月も公演きっとたくさん出る、わかんない、たくさんかわかんないけど、来月も公演あるので、はい、うん、待ってます、みんなのことをその755もね見てる、毎日見てるよ、もちろんもちろん、でね、今日の夜公演、私ツインテールしたんですよ。信じられないでしょ、これ真実なのツインテールしたのよ私。そう、あのツインテールの写真載せますね、ツイッターとかで、メールにももう送りつけました早速うん、そう、もうしないって思ってたんだけど、しちゃいました、うん、びっくりしたでしょ、私が出てきて。そうで、あのツインテール今日美春さんが一緒にしてくださって、めちゃめちゃ優しい、そう一緒にしてくださったんですよ、そうだからツインテールしちゃいました。そうでね、ヘアメイクさんが本当に可愛くツインテールしてくださったので、すごいね、嬉しかった。まあ好評なら好評なら
またしちゃおうかなっていう。ツインテールの壁を今日ぶち壊せましたね。でもまあいつかやってみたいのはもうできないよね。高めのツインテールは一回やってみたいよね。そう、今日しかもヘアメイクさんにヘアメイクさんとお話ししてて、すごい名言をいただいたんですよ。そう、今が一番若いからって。そう、今日より明日が、今日より明日は年取るじゃないですか年取るっていうかそう、今日が一番若いじゃんっていうね名言をいただきまして、いやそうだよなと思ってやっちゃいました。うん、そうだから、ね、若いうちにやりますうん、でもそう、メンバーがめっちゃ褒めてくれて嬉しかった、うん、です。おしゃべりかい？自分でできるかな、ツインテール。うまくできると思う。やりたいけどね。うん。そう、みんな褒めてくれた。めっちゃ嬉しかった。恥ずかしかったけど。うん。まあ、さすがにね、帰宅するので、劇場から家に。さすがに撮りました。うん。ありがとうございます。はい、そうなので、ね、なんと皆さん、明日は私、素晴らしいお仕事をさせていただきますはい、明日はですね、なんとラジオに出演させていただきます。はい、サウンドスプラッシュさんです。嬉しい本当に嬉しいです。すごいですよね、こんなありがたい話ないですよ。ラジオに出させていただけるんですよ、嬉しすぎる、うん、ちょっと爪痕っていうか、たくさんお話せるように頑張ります。そう、明日は生です明日は生です。うん、そう、ですね、中村彩香さん、部長様と彩太郎さんと一緒に出演させていただきますので、はい、楽しみます。そう、本当に楽しみです。ラーメン部の部長、副部長で出演させていただき、もじゃさんと楽しんでね、もじゃさんも一緒に、いやー嬉しい。そう、緊急招集会議に来てくださって、うん、とすごいコメント、リリ先生だって、原稿じゃ来ます、リリ先生の月曜日ということで、締め切りの日ですねなんと締め切り日にラジオが来るという、リリ先生はどっちを取るのか締め切りを取るのか、ラーメン部を取るのか、もちろん、はい、ラーメン部ですよねということで、皆さんぜひ明日よろしくお願いします。頑張ります。私、こんなありがたい機会、ね、ないので、本当に頑張ります。うん、はい、ね、今日はサッカーの話になっちゃうんですけど、今日はね、アルビのホーム戦がありました。
今日はね劇場公演だったのでホームスタジアムには行けなかったんですけど、そう今日はねテレビを楽屋のテレビを占領したり、うん、テレビ使えなくなった時はダゾーンさんで見たりしてました。はい、見てましたよもちろん。でも公演だったからちょっと準備とかで見れない部分あったんですけど、今日はねうん見ましたね。ねえ今日はでもすごかった。今日は結果はちょっと負けてしまったんですけど、うん、でもねでもすごかった選手の皆さん。そうね、そうね、うん、やっぱね判定ね。いやでもこんな私なんかが話していいことじゃないけど、そう私もこう私なんか話していいのかな、すごいスポーツやってて、うん、あの私がやってたスポーツでもそういう判定、そう審判さんの判定とかあったんで、なんか私はそんなめちゃめちゃうまくなかったから、バドそんなうまくないから何も言えないんだけど、でもこう大きい大会のすごい試合とか見てて、そうそうね、とかプロの方のバドの試合とか見てて、判定でねなんかそういろいろ思うこといろいろ思うことがあるっていうのをすごい体感したりこう見てきたので、うん、そうそうだからね。でもねこういうのはね本当になんかね、うん、私がどうこう言っていい立場ではないけど、そうでも誰を、うん、少なくともね、なんだろうな、そう思っちゃう気持ちもあるけどね、でも。うん、誰も悪くないっていうか責めるべきではないですよねと私は思います。はい、うん、そうそう、でもまだねまだまだありますよ試合、こんなに、うん、次もまた応援みんなでしましょう。うん。もうね、私たちサポーターはもうね、アルビオが勝つ昇格のためにもう応援するだけですから。私は次もすごく楽しみです。うん。そう、でもすごく。めちゃめちゃ熱狂的に応援してる方だからこそ、そうね、いろいろ思う気持ちがあるのもすごくわかります。うん。いやー、こんなにね、スタジアムにたくさんのサポーターの皆さんが来て、拍手でいっぱい応援して、すごく熱気に包まれるスタジアム、チーム、そうないですからね。私はそれが本当に誇りだしすごいなって思う。アルビーはたくさんの方に愛されててすごいね、私も応援しててすっごい楽しいから、うん、そうね、アルビーってすごいよね、素敵だと思う。こういうこんなに素敵なチームがこの私の地元新潟にあるのがすっごい嬉しい、うん、
だからこそアルビの応援がすごい楽しいです、うん、そうね、ね、次も次はデデン次は21アウェーですね。次は6月の21日月曜日秋田6月21でしょ、月曜日でしょ、そうだよね、そうだ月曜日だ、うん、次も楽しみです。ちょっとね最近ねもう自分予定ねちょっと待って来週の予定が思い出せない。でもそう夜ね見れたらうん実況配信もまたしたいですね。そう私も早くまたスタジアム行きたいです。そう次の6月26ホーム戦、次のホーム戦はナイトゲームですね。6時なの6時にキックオフなので、うん、私なんてまだまだサッカー語れるレベルじゃないですよ。でも嬉しいそう思っててくださってるんですね。嬉しい、もっと勉強しないと私も、うん、はい、そう私はですね明日ラジオ出演させていただきます。すごく嬉しいことに。そしてその次の日はまた公演なのでまた大塚です。また大塚かよって、また出ます私しかも西荻さんと西荻公園さんと一緒なので、はい、ゆかさんとまりなさんに会えるんですよ。嬉しい山ここメンバーに会えるの嬉しい、嬉しいです。はい、また大塚です。15日頑張ります。山ここ平日ですね、1公演しかないんですけど楽しみます。すごい楽しみ。はい、そう西荻さんとです。よっしゃ、公演頑張ります、うん、こちら側の感想で草本当にそれ、うん、山ここは素晴らしい、みんなに見てほしいね。え私も本当にそう思う。山ここ公演はもうねいろんな人に見てほしいんだ、うん、西荻さん後輩とご飯行きたいらしい私も行きたいです。私も行きたい、うん、私も行きたい やばいやばいとこ出ちゃった、うん、一回ねでもすっごい前になるんですけど西荻さんそうと他のメンバーもいたんですけどご飯行ったことあるのですみませんマウントみたいになっちゃってはい、そう、うん、いや嬉しいですね。そんな後輩とご飯行きたいって思っててくださるのもう逆にいいんですかって行きたいです、うん、嬉しい本当に。私なんかいいのかなうん、そうであとあの今日13日で昨日6月12日に2期生お披露目3周年を迎えたんですけど、すごくねお祝いの言
葉をたくさんいただいて、今日も公演でたくさんお祝いの言葉をいただいて、すごい嬉しかったです。うん、そうね、4年目ですよ私頑張ります。本当にね、嬉しいですね、こんなね素敵なメンバーと一緒に活動できているのは。すごくこの環境が今すごい幸せだなって、このメンバーがね、うん、思います、ね、これからも応援してくださいぜひ、うん、うわ、私4年目初公演でツインテールしちゃったんだ困った困った、うん、はじめまして、あ、みんな初見さんが来てくださったよ、ありがとうございます、嬉しい初めましての方が。 NGT の歴史の半分にナナミン参加してる。いやーね、すごい、そう考えると嬉しいですよね。だからこれからは自分たちが、私がね、歴史を作っていきたいです、皆さんと一緒に、うん、はい、ということで、じゃあ今日はちょっと短いんですけど、この辺で終わらせていただきます。もうすぐお風呂に入って、すぐ入れるかなはい、風呂に入って今日はゆっくり寝ます。ありがとうございました。もうみんな今日もありがとう、こんな遅い時間なのに見に来てくれてありがとうございます。嬉しい。いや、明日は頑張りますね。ラジオ皆さんが見守っててください。皆さん本当に、うん、頑張ります。私ツイートいっぱいしてください、ぜひ、あの聞ける方は。はい、明日は月曜日、そうだ、じゃあ明日からまたお仕事が始まる方もいらっしゃると思います。明日からも頑張ってください。明日もう配信したいなって思ってるので、はい、ぜひお仕事終わり癒されに来てくださいね。夜勤というね方も、今日お仕事だったよっていう方もお疲れ様です。もうみんないつも頑張ってて本当にすごい、尊敬する。私も頑張る、だからみんなみたいに、うん、ありがとう、またねまた配信するので見てください、待ってます。今日もありがとうございました。おやすみ、またね、今日もお疲れ様、バイバーイ、またねー。